はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウイニングポスト9、2020、続きやっていきましょう。4月の1週からと、難易度スペシャル引き継ぎなしでやってます。はい、現在の所有競争場はこんな感じ。まあ、今週はフランケルが、出走、そしてキング投手。まあ、これね、印ついてるのが超大物です。はい、このお気に入りマークね。超大物ね、結構いるんですが、例えばね、この辺。まあ、今週出走のねキング投手とかだったら能力ねこんな感じです。はい、まあ、スピードがないんですよね。もうスピードあれば完璧なんですけどね。はい、スピードがねありません。でマレバとかもね、はい、スピードがないんですよね。あとはそうですね、まあ、まだちょっと分かんないのも結構いますね。はい、じゃねこんな感じになってます。まあ、この辺もね、結構楽しみなんですけどね。超大物ではないんですが、6億もいますから。はい、6億円の走りね、楽しみにしましょう。ということで、行きましょう。NEXT。さあ、キング投手。まあ、超大物ですね。キング投手が出走。まあ、ここはダイジェストで行きますか。さあ、直線に入りました。ここの直線は短い。比べてくれた。まあ、ちょっと G1 とかはね、まあ、正直厳しいんでね、まあ、この辺をね、まあ、ぼっちぼっち、走らせていくっていう感じですかね。2着と。まあ、悪くはないですね、2着。これが地方の実力だ。比べてくれた。スイープ投手の子。キング投手。あ、ただ繁殖牝馬としては使いやすいんですけどね。そしてキングザマイル2戦目ですね。 OK、 ここもね人気ありますね。メンバー的に大丈夫かな。うん、まあキングザマイルは結構やってくれるんじゃないかなと。4コーナーをカーブして、よし、いいかな。どうだ、大丈夫やね。強いですね。これは気持ちいい。この勝利はこれは強いですね。はい、ここキングザマイル勝ち。いいね、ここもまあきっちりね勝ってくれたと。はい、勝利よし、 OK。 ちょっとローテーションね決めたいですね。はい、ここは、フランケルバーサスオルフェーブル、そしてまあアパパネとかもねいますね。はい、行きましょうか。ライブコンサートと4コーナーカーブから直線コースに向きました。ホエールキャプチャー先頭、あと 200m 先頭は。さあ、これフランケル切ってるんですが、どうだ、ここはオルフェーブルか。オルフェーブル先頭だ。素晴らしい、オルフェーブルの勝ちと。2着にはどうやらフランケル。さすがね、オルフェーブルね。フランケル国内で初めて負けましたね。はい、素晴らしいですね、オルフェーブルの勝ち。さあ、4月の2週はクイーンアルボラとザモン12世。頑張ってほしい、ザモン12世。今のところ負けなし。まあスピード B なんで、まあ、どうですかね。はい、ライバル強力です。あのジェンティルドンナがいます。ビルシーナは何回かね戦ってて、あの勝ってます。さあ、ジェンティルドンナスピード B じゃ苦しい。ただ乗ってますから。ねキングザマイルやね。キングザマイルが、1100から2000。まあそうやね、まあ、使ってもいいしっていう感じじゃない。まあ使ってみますか一回ね。でクイーンアルボラとレッドに続け、まあそれでいいか。ねそれでいいですかね。はい、じゃあとりあえずいいか、キングザマイルは行きましょうか。このままね、
うん、まあ楽しみやね。まあ慌てず行こう。はい、それじゃあネクスト。さあ5月1周種付けね、近づいてきましたね。よし、クリーンアルボラいいね。ここ勝ってくれたら嬉しいけどね。実力は未知数。4コーナーをクイーンアルボラ。さあこれからです。クイーンアルボラ先頭、残り 200m。 さあここは力強い走り、伸びてきたクイーンアルボラ。クイーンアルボラこの馬で決まりか。さあ勝ちましたね。1着でゴール。クイーンアルボラ1着、ちょっと上がってきたか。クイーンアルボラ、クイーンアルボラ見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。これ期待してますから。このアルボラ系、キングアルボラの子なんですが、まあ、そのレベル、アルボラ系、まあ、最強の女王になってほしいと。はい、そしてザモジュ2世、ここは2番人気かな。そうやね、ゼンティルトのが1番人気、そしてザモジュ2世、ビルシーナと続いてると。ゼンティルトに勝てばいいですけどね、まあ、厳しいよな。スピードビージャーどう。力の勝負、ビルシーナ先頭、後続もやってくる。最後の追い比べ、先頭さあここね、ジェンティルドナーかわして、あーザモジュ2世厳しいな。余力は十分か、さらに引き離して、ここはねビルシーナにも勝てない。ビルシーナ、ジェンティルドンナ、5着、1着、2着はビルシーナ、ジェンティルドンナ完勝です。結局この組み合わせよ、圧倒的な強さです。これオークスもね、周華賞もこの組み合わせでしょう。ちょっとこれ割って入れないですね、おそらくね。了解っつって。さあ4月の3周、ここはねモンチューザパールが出走、牝馬なんですが、皐月賞いきます。足毛のアイドル。さあゴールドシップ怖いね。忠実一途立つ。敵はゴールドシップだけだ。オンチューザパール投資、投資ちょっと使うか。これ使いますか。投資ある、投資一つあったね。はい、じゃあ一つ使います。そしてクイーンアルボラ OK、 頑張ってほしいっすね。フランケルが次は安田記念ね。うん、まあザモジュ2世はいいですね。ボックス行きましょう。ああこれ休ませた方がいいな。2周休みでいいですね。はい、これ十分ね間に合います。OK、 7月3周。さあ皐月賞は4番人気ゴールドシップですね。はい、ゴルシュが1番人気。 OK、 ダイジェストでゴールドシップに勝てたらね、まあ、かなり期待できるんですけどね。4コーナーをカーブして、ね、さあこれからです。コスモ大空先頭、上がってきてねえな。これは先頭だ、厳しいな。2番手はアダムスピーク、スピルバーグ先頭、スピルバーグ。さあここはスピルバーグが勝利。2着にはどうやらアダムゴールドシップ負けましたね。なんとびっくり、勝ったのはスピルバーグ。やってんだよゴルシー、ここは勝たないやろ。いや俺ゴールドシップ大好きですからね。はい、モンジュザパール、9着どうなんやろね。まあ、一応ダービーもね使おうと思ってるんですが、はい、そしてキングザマイルですね、頑張ってほしい。お、パーティーね。さあ行きますか。はい、行きましょう。日曜日のレース、キングザマイルが出走、いいですね、人気あるね。はい、じゃあダイジェストへ。4コーナ
ナーをカーブして、さあこれからです、キングザマイル先頭、さあどう、一応 2000m、 まあマイルって書いてあるんですが 2000m 勝ってるんですよね、この差は果たして縮まる、新馬戦で残り 200m を通過して、キングザマイル、 OK 大丈夫ですね、止まることはないと。後ろはどうだ、2番手はベルザタイヤ、キングザマイル、はい、いいね、ここは勝ち、2着はベルザタイヤ、キングザマイル、見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。よし、オッケー、まあ楽しみですね。ホークスはいかないですね、プラス200なので、まあ一応絆使えばね走れるんですが、お、三冠よ、来た、これはね三冠取りたいと、もう名前のままですね、三冠用です。キング当初、マジそこはちょっと厳しいよね、キング当初ね。でディスコ流れ星出走か、天皇賞、よし、キングザマイルは楽しみ、さあ天皇賞春頑張ってほしい、これからの馬ディスコ流れ星、さあオルフェブル、そしたら当初押してきとんね、一周ちょっと休み出そうよ、そしてディスコ流れ星も落ちてきとんじゃん、絆まあ使う必要はないっすけどね、この後は、まあ、休みか、まあそれでいいっすね、じゃあこのまま行きましょう、東証、そして三冠用か、三冠用は、まあ、ここでいいんですが、騎士をねどうしますかね、三冠狙ってますからね、こいつは三冠狙ってるんですよ、ただこの辺の有効度を上げたいっていうのもあるんですよね、あーいいね、だいぶ使いやすくなりましたね、 OK、 よし3回はこれで OK で、まあここから、まあ今回種付けで終わりますか、ちょっとね週全然進めてないんですが終わりたいなと思います、種付けいいよって方はね、まあ、ここで閉じてもらえたらなと、いやまずはね、所有の繁殖牝馬の、まあ能力ですね、ちょっと軽くお見せしたいなと思います、はい、はい、まあスイープ投手の子は、まあ、ぼちぼち、まあまあ頑張り始めてるって感じですかね、まあキング投手はちょっとでかいところ厳しそうですけどね、はい、ロゼカラー、そして三冠ザパール、あ、これ気に入ってます、ザモンジュ2世ね戦ってる今ね、はい、キングザマイル、まあ期待できるかもしれないですね、でキングマレバも、まあ、ジャパンのダービー取ってますし、まあ、マイルも良さそうですからね。はい。キングディスコ、アルボラダート。ウクラムにあげたやつね。そして、アルボどちらでも。ダートザパール。で、キングブライアン。で、マルガイ3億。で、キング始まり。はい、っていう感じになってます、じゃあ行きましょう、タネ付け、タネ付け楽しいよね、ワクワクしますよね、7月1週ね、バラ一族からじゃあつけていきますか、今年はどうするかな、バラ一族、そうやね、あ、東海帝王行きましょうよ。ねえ。これはちょっと東海帝王つけたいね。
さあ、そしてキングアルボラね、キングアルボラの子はね期待できますよ。今度こそアマゾンつけてるんですよね、いつもね。ちょっと変えるか。あ、初くらいいな。アマゾン、まあ、アマゾンでもいいっすね。初くらいつけてないよね。初くらいします。はい、そしてスイープ投手、スイープ投手はアルボラ3冠でいいでしょう。まあ、今度こそアマゾンでもいいですけどね。はい、アルボラ3冠で。で、いつも流星にしてるんですよね、ロゼカラーは。まあ、これは流星で。流星ちょっと使っていきたいんでね、流星。そして、ロゼカラーゴールド。ロゼカラーゴールドの子は期待できる。ロゼカラーゴールドはね、パワーがなかったんですよね。まあ、ミネルヴァ王女ね。いや、でもここは、そうやね。OK。そして次は、三冠ザパール。三冠ザパールか。三冠ザパールはね、そうやね、ミネルヴァ王女、まあ、ミネルヴァ王女でもいいですね。あー、シーサスターズもいいね。どうしようかな。あ、ミネルヴァ流れ星ね、いいですね。ミネルヴァ流れ星いきましょう。自家生産馬を使っていく。次はキングザモンジュ。キングザモンジュはグラスワンダーに前回したかな。まあ、ここはカーリンでいきます。キングビューティー、キングビューティーの子はね、まあ、よく走ってますね。そうやね。どうしようかな。キングビューティー、うん、まあ、シーザースターズでいこうかな。はい、そしてキングザパール、キングザパールはそうですね、アルボラ3冠でしょう、やっぱり。で、ミネルヴァ、ミネルヴァ系、ミネルヴァ系は流星でいい。グラスワンダーでいく。あ、バラ3冠いいですね。バラ3冠でいきましょう。さあ、次がディスコ、ディスコ系。これはまあディープインパクト、まあ、毎年この組み合わせですね。そしてアルボラダート、アルボラダートはグラスワンダがいいね。はい、これはもうグラスワンダで。あ、でこいつね、ケイキングオルシノね、ケイキングオルシノどうする。ケイキングオルシノ、そうやね、うん、ブライズタイムいいね。はい、行きましょうよ。そしてアルボどちらでも、アルボどちらでも、アルボどちらでもか。ブライズタイムでいいね、いいかな。いや、レールリンクにします。はい、で次ダートザパール、
ダートザパールはそうですね、まあこの辺で OK ですね。ダートザパール、さあ次キングブライアン、キングブライアンの子ね、走ってほしいけどね。まあミネルヴァ流れ星で、はい。さあそしてディスコウィーク、ディスコウィークはそうやね、ちょっと迷うね。まあ流星でもいいし流れ星もいいっすね。流星でいくか。はい、さあ丸貝3億期待は、3億の子は走る。そうやね、スプーン再び、ちょっと迷うね。でもうちょい下も確認していこうか。あ、グラスワンダー行こうか。はい、さああとはキング始まりと東証2世で終わり。キング始まりはそうですね、 OK で東証2世、東証2世は流星で行こうよ。アルボラ参加もいいっすね。ミネルヴァ流れ星もいい。アルボラ参加行くか。はい、これで OK と。ということで今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。